こういうふうにまあ変わるとこがあるんですね。それに従ってアドリブを取っていく、そういう部分を入れることで、あの無理やりジャズにしてる。そうするとあのブルガリアとキューバとアメリカの三国がここで一緒になる感じで、多国籍料理のような、ちょっと話しづらいですよね。あのまあ、キューバといえばあのアフロキューバの中のピアノのパターンでモントゥーノっていうのがあって、こういうの、これを入れて、あ、ちょっと喋られないね、これみんな入ってきてる。入れると喋れないもんだね。Thank you.